IT トレンドエキスポ2023ウィンターをご覧の皆様こんにちはただいまから特別セッション中小企業からイノベーションを世界から見た最先端 DX ストアをお送りしていきます本日 MC を務めさせていただきます私牧彩奈と申しますどうぞよろしくお願いいたしますさて IT トレンドエキスポは IT 製品の比較サイト IT トレンドがお送りするビジネスシーンに新たな出会いををテーマにした全てのビジネスパーソンに役立つ情報をお届けするイベントです現在ご覧いただいているビジネスリーダーの皆様によるさまざまなセッションが行われるセッションエリアのほかサイト上部からご覧いただける業務サービス展示エリアでは課題やカテゴリーに沿った展示製品の閲覧や担当者との名刺交換チャットなど オフラインの展示会と変わらないコミュニケーションをご体験いただけますセッションの限られた短い時間では伝えきれない情報やお見せできなかったお役立ち資料が多数展示されています本エキスポでの体験を通じて皆様の今後のビジネス拡大の一助となれば幸いですさあそれでは早速スピーカーのご紹介ですまずは日本マイクロソフト株式会社 クラウド事業開発本部本部長原浩二様です皆様盛大な拍手でお迎えくださいさあでは続いてご紹介いたしましょう 続きまして早稲田大学ビジネススクール教授入山昭恵様です皆様盛大な拍手でお迎えくださいそれではお二人ともよろしくお願いいたします さあそして本セッションでは画面右側でのチャット欄から視聴者の皆さんからの質問を募集しているほか画面下のスタンプ欄ではスタンプを押すことでセッションを盛り上げることが可能ですぜひ質問の投稿やスタンプでの盛り上げをお願いいたしますさあそれではお二人にちょっとディスカッションに移る前にですねぜひ普段どんなお仕事をされているかという部分も教えていただきたいんですがまずは原さんいかがでしょうかはい あの日本マイクロソフトの原と申します。よろしくお願いします。あのマイクロソフトでですね、日本のマイクロソフトでえっと中小企業のえっとビジネスの責任者をしているとともに、ちょっとエクステンドであのスタートアップ企業のあのご支援をさせていただくそういうあの仕事もしております。本日はですね、あの井山さんからいろいろと勉強させていただきたいなと思っております。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。では続いて井山さんからも普段のお仕事のことなど伺えますか。はい あじゃあどうも皆様こんにちは、えー、早稲田大学の入山と申しますであの僕はまあ基本は当然、肩書き通りで経営学者でしてあの大学の先生なんですがメインはまあ学者なので一応研究なんですけど今はまあ幸いというか実はいろんな企業さんと付き合いがあってあの実はもう本当に毎日のように今日本中のありとあらゆる大手から中堅の会社から中小企業さんですねそれからスタートアップからいろんな会社さんと付き合いがあります。で あのー、でまああのー。 まあそういう意味ではすごい偉そうなんですけど多分、日本で一番いろんな業界の会社とつながりがある経営学者なんじゃないかなというかもしかしかたら人間としてももしかしかたらそうかもしれないなと思うことがあってあの別に自慢してるわけじゃなくてまあ,ありとあらゆる今日本の会社さんお悩みあるんでなんとなくそれを知ってるつもりでいます。特に今日のテーマは DX だと思うんですけどあの多分 DX についても <laughs> 自分でもなんですけど多分日本で一番 DX について講演してるんじゃないかなっていうぐらいあのいろんな会社さんのそれ別に偉いわけじゃなくてなんかお悩みが皆さん本当にあるんで。 あのそれについての考えは持ってるつもりでして、であのでとにかくあの私、今日のイベントも本当にあの期待というか価値があるなと思ってるんですけど、日本って DX、やっぱり遅れてるんですよね、で特に、まあ、中小企業さんなんですよ、でただここがですね実はすごい底力が本当あるんで、そこがデジタルとつながっていくといいなっていうのを心から思ってまして、で実はあの私、あのもう,こうぶっちゃけで言うと、ですねあの AWS と Google クラウドさん、仲いいんですよ。で <laughs> マイクロソフトさんだけ実は意外とお付き合いがなくてなんで今日それもあってもう心から応援したいと <laughs> この三大ビッグクラウドがです、ね、日本を盛り上げてくれないとあの困るので、はい、<あ>そういう応援も込めてやってままいりましたまここでつながりましたのでこれからぜひ連携を深めていきたいなと思いいますす、はい、素晴らしいですお二人にとってもですしもう社会、そして皆さんにとってもいいお時間にしていけたらなと思いますさあでは、そんなお二人に今回お話しいただく大テーマがこちらです。 中小企業からイノベーションを世界から見た最先端 DX とはというテーマですさあこのテーマについてはどんな方たちに聞いていただきたいか今ちょっとお話にもありましたけれども原さん改めていかかがででしょうかそうそすねあの先ほど私中小企業の,あのビジネスの責任者をさせていただいているというお話をさせていただきましたがあの日本における99.7%って中小企業なんですよ企業数でいうと。で 労働人口でいうと70%近くが中小企業に属している中でやっぱりここの生産性をいかに上げていけるかというところが今後の日本の強さにつながってくるかなというふうに思っているので非常にそこに対して自分自身も思いを持って仕事をしているんですけれどやっぱりそういった中小企業に関わっていらっしゃる方々特に経営者の方々に今どう あのデジタルを活用していったらいいかというところをあのお伝えできると嬉しいなというふうに思っております、はい、さあそして、入山さんはいちょっと今日時間もそな,にないんで、えっと、まず僕が一番主張したいことから言うと、えっとね、日本は残念ながら DX も3週遅れぐらいですで、残念ながら引き離されてます、差があのそのくらい遅れててでただ、いわゆる大手企業さんは、まあ、さすがやらなきゃいけないよねということでなんとなく今、機運が出てきてるんですね。 で課題は中小企業なんですよ。であのグローバルに行くとこの DX の1個を使用を図るのでクラウドって呼ばれる、ね、サービスの、まあ、マイクロソフトの Azure がそうですけどマーケットの動向なんですけど今、世界的には、ね、ちょっとこう伸びが落ち出してるんですね。それは世界は DX が進み出しちゃってるんですよ、で日本は、ね、まだ伸びてます、で多分、ね、これからもっとガンガン伸びる。 それはなんでかというと、大手企業に加えて、中小企業のところに今までデジタルが入ってなかったんだけど、今、原さんおっしゃったように、日本中小企業の国なんで、実はここはデジタル改革するとめちゃめちゃ重要なんですね、なんで、そういう意味ではこ,こ,これからなんですね、だからそういう意味でものすごい期待しているということです、で、特にですね、ちょっとこれが今日一番言いたいことなんでいうと、なんで日本で DX が大事かというと、これ、特に中小企業大事なんですけど、これからね、デジタル競争第2回戦なんですよ、もうね、1回戦終わったんです。 1>, で1回戦は、ね、負けたもう、惨敗、日本の会社、でどこに負けたかというと、あのガファムに負けたんで、あのまあ、いわゆるグ,あ、ね、グローバルな、ね、IT の会社さんに、まあ、負けたという意はあれですけど、まあ、やられたわけですよで、ただ、どこでやられたかっていうと、まあ、はっきりとこんななんですよね、つまりスマホとパソコンという新しいデバイスが出てきて、その中が新しいホワイトスペースだったんで、そこをプラットフォーマーに取られたっていうのが第1回戦なんですよ、でただここはもう、ある意味、飽和状態なんですね。 なので第一回戦終了なんです終了したからあのフェイスブックという会社がもう諦めてメタバースに行ってるじゃないですか、あれもう諦めてるわけですよ、うもうスマホの中は、ね。だから第2回戦、で第二回何の時代かっていうともうズバリ IoT の時代なんですよ、インターネット・オブ・ングスの時代です、つまり物にネットがつく、ありとあらゆるものに、例えばこの椅子とか僕が着てる服とか、何でもいいんですよ、このマイクとか、ありとあらゆるものにネットがつく時代なんですよ。でそうすると物って がにネットがつく時代なんで何が起きるかっていうとものが良くないと勝てないんですよこれすげえ重要ででものが作りというか物ものづくりが大事なんですでものづくりが強い国ってどこかっていうと、まあ、中国対等してるけど何、まあ、なんだ,かんだ言って日本とドイツなわけですよなんで実はこのデジタル競争第二回戦ってものづくりが IoT の時代なんでデジタルとうまくかみ合うと復権するんですね でこれすでにもう、ね、大企業のいくつか気づいていて、すでに成功している会社ありますよね、小松さんですよね、それから DMG、森精機です、こういった会社は、ね、すでに、ね、ものづくりの現場とデジタルを噛み合わせて成功しているんですよで、ただ問題は、日本の多くの製造業は中小企業なんで、ここがそれになっていくというのものすごい重要だということです、それからもう1個あって、IoT に加えて、僕はよく IoH って言ってるんですけど、インターネット・ブ・ヒューマンといって、人にネットがつきます。 例えばあの、ね、アップルさんのアップルウォッチとかあのいろいろあるじゃないですかああ、ああいうセンサー的なものがもっと体についてく時代になるんで、でそこをデジタルで吸い上げて、クラウドに吸い上げるんですよね。と逆に言うと、そこはデジタル化されて、ある意味コモディティ化されるんで、絶対やなきゃいけないんですけど、一方で、そうそう本当に勝負がつくのって、人人と人のおもてなななしみたいな部分なんですよだから本当の意味で心から血の通ったサービスをやれるところは、実はデジタルのせいが勝てるんですね。 でそう考えると、日本って世界屈指のおもてなし大国なんですよ。だから、あのそういうことをやっていく必要があってあの、だから製造業もサービス業も中小企業でデジタルが入っていくと、もともと日本の中小企業って現場強いんですよ、現場強いんだけど、デジタルが入ってなかっただけなんで、デジタルと融合すると強いので、あの実はこれからの時代、日本の会社、勝ち筋あるんですね、なんでぜひ、はい、デジタルをバンバン入れてほしいなということでございます。あ、はいはい、ありがとうございますさあ今 宮山さんのお話にもあったように日本は残念ながらもう3週ぐらい遅れて、ね、しまっていると言われている DX ですけれども今回はタイトルにある最先端の DX という部分かなり気になるところかと思いますでは今回さらに皆さんに理解を深めていただくためにこちらの3つのトークテーマをご用意いたしました1世界と日本のデジタル意識の違い2日本の中小企業の成功事例3 DX を成功させるコツというこちら3つのテーマでお送りしてまいりますさあでは早速1つ目のテーマからまいりましょうテーマは世界ととと日本ののデジタル意識の違いということですさあでは世の中を変えている IT サービス世界からこう上陸しているというイメージもありますけれども実際日本と世界でどれだけのこうデジタル発展に差があるのかそしてそういう そもそもの意識の違いという部分ですね。お二方のお話伺いたいと思います。さあまず原さんいかがでしょうか。はい。あれふりスライドが多分一枚用意されていると思うんですけど、はい、あのまあ、意識とか競争力とか、うん、あの意識っていうところはこのスライドを見ていただいてあのご認識いただけるんじゃないかなというふうに思うんですけれど。 あの私の観点でお2つ今日ちょっとお話ししたいなって思っていますまず1つ目があの教育のところそれこそあの教育の現場にいらっしゃる今日入山先生いらっしゃるのであのぜひご意見も伺ってみたいなって思うんですけれどあの、まあ、いわゆるデジタルの活用が進んでいる先進国の多くって今もうコンピューターサイエンスの学科が <laughs> あの一番人気があるっていうそういう状況になっている中やはり日本だとまだ。 あの医学部だったりとか法学部がまあ人気があるそういうあの状況にあるかなというふうに思っていますなのでやっぱり教育としてそのいかにそのデジタルを使える人たちを教育していくかというところでやっぱり意識の差はかなり大きいのかなというふうに思っていますであと2つ目がですねあのいわゆる IT の人材と呼ばれる人たちがどういう企業に属しているかというところもこれ世界と日本で見て結構大きな差があるかなと思っていて 例えばアメリカを例に出すとですね、IT 人材と呼ばれる人たちの7割が、えっと、一般の企業にいるんですね、要は IT 企業じゃない一般の企業に7割の人たちが、えっと、所属をしていて、でこと日本に目を向けるとですね、あの7割の人が IT 企業に属している、まあ、そういう状況になっています。なので、 要は IT 使える人たちがやっぱり一般の会社に非常に少ない状況になっているので IT の取り入れに乗り遅れてしまうということが発生するとともに今日、特に多分中小企業のところに目を向けていると思うんですけど中小企業となると、まあ、ことさらあのさらにそういう人材を確保することが難しい状況になっているのでそういう環境下にある中でどう進めていくかというところが非常に重要なのかなという,ふうに思っています。なのであのので教育の面とあとあやっぱり IT の人材 がまあどこにいるかというところは世界と比較して非常に大きなポイントなのかなというふうに思っています今の原さんのお話を受けて山さんいかかがですかいやもう原さんのおっしゃった通り,った通りでしてやっぱり人材の問題ってめちゃめちゃあるんですね、であので日本の会社の場合ま,まさにおっしゃったとのりで、えっと、あのデジタル人材の内生率が非常に低いんですよで、なんでこれを大企業も中小企業も変えていかなきゃいけないというのはそのおっしゃる通りなんですね。で実際あの えっと大企業の中だと、ここの人にお金をかけようとやりだしている会社はあります、で一番ね分かりやすいのは代金さんです、代金はまあ超適応ですけど、あそこはね今、新入社員は全員1年間、完全にプログラミングの研修です、はい、でねこの前話聞いたらね20億円かけてる、とんでもない金額なんですよ、まあ、だからそのくらいでも腹くくって、やっぱ井上会長からして、やってるんですよね。 あとは、ね、三井住友海上さん、あそこも今、ね、船引きさん、大体、ね、今いい会社って経営者に IT の理解があると思うんですよね。で三井住友海上さんは船引きさんという方が今トップなんですけど、今、中間管理職全員、やっぱり Python 鳴らしてるんですよね。だから、あのそういうことをやっていくというのは今大企業の、大規模にだんだん気づいてきてるわけですね。で問題は、やっぱり中堅の会社さんで、まあ、お前そんなこと言ってるけど、うちの会社、金もないし、そんな人材もいないよっていう方々が当然多いと思うんですよ。でただね、実は、ちょっとあってもいくつか事例を申し上げたいんですけど、あのね、 最近中小企業でもでもきるようになってますなんでかっていうとこれからのデジタル人材って、ね、そんなプログラミングできなくていいんですよもうねそれはすでにそういうサービスがあってそれこそマイクロソフトの Azure とかにもいろんなサービスあると思うんですけどそういうのを使うと意外といろんなもうすでに出来上がってる IT のサービスを使えばしかも結構最近安いんですねクラウドだからでしかも安いしいつでもやめられるんですよだから若手とかで そういういプログラミングなんかめっちゃうまくなくていいからそんなにいらないんですよなんとなくデジタル感覚があっている人がちゃんと社長さんと五分の目線で会社全体のことが議論できたら実は、ね、中小企業でも全然取り込めますで僕は実はこれからの時代は中小企業のが DX やりやすいよって言ってるんですけどその理由はこれでなんであのいわゆる本当のピカピカのねなんちゃら大学のコンピューターサイエンス学部出ましたみたいな人材を取るのは中小企業ってめっちゃ大変なんですけどあの例えば 高専とか工業学校とかあと大学出て実はあの文系で出たんですけど実はそういうのをデジタル好きですみたいなこといっぱいいるんでそういう子にちゃんとうまく現場に権限を与えてあげてデジタル化していくと、えっと、意外と中小企業もできるかなって個人的には思ってますいかがですかこの,辺この辺さんいやまさにおっしゃる通りであの今高専っていうキーワードをおっしゃっていただいたと思うんですけど私高専出身なんですよ。ですか <laughs> へ<ー>で あのやっぱり探せば実はまだ人材たくさんいる、はい、と思っていてそれこそあの私の言いたいことを今あの、入山先生におっしゃっていただいたと思うんですけどあのやっぱりオーナーシップを持っている人がそのこれって IT のことを知らなくてもいいと思っていて事業に対してオーナーシップを持っている人がいれば あのそれこそおっしゃっていただいた通りそんな難しくないんですね今って、うん、昔みたいにじゃあサーバー買ってそこにソフトウェア入れて何人使うからどういう制御してとかってそういうことが必要なくてサーバーなんか1ミリも買わなくていいですからねそうなんですよ、はい、でなら例えば経理業務とかそういうものってもうサーズでいけるんですよねで我々も提供させていただいてますけどメールとかチャットとかあのビデオ通話とかちょっと前だったらそれこそ 数百万から数千万みたいな投資が必要だったものが今ってもサービスで使っていただけるのでそれこそ本当に中小企業の皆さんこそ使っていただいたらメリットがあるものになっているなという,ふうに思っているのは本当に原さんおっしゃる通りでオーナーシップでおっしゃったじゃないですかめっちゃ重要で、えーとね、日本の大手企業はなんで DX とか変革できないかというと、ね、もう簡単なんですよ、オーナーシップないんですよ。で 中小企業は、日本の中小企業は、僕あのな,なんで言うかっていうと、僕は DX の話で、一番常に口頭で冒頭で,です、ね、二つの誤解って話を絶対言うようにしてるんですね、それは何かっていうと、一つは DX はただの手段なんですよね、大事なのは目的なんです、ところが、日本の会社って何が起きるかっていうと、大手企業なんですけど、DX って、まあ、言葉がちょっと僕はメディアも悪いんですけど、言葉が先行するんで、DX 部分があるんで、 DX なるものをやればうちの会社は業績が勝手によくなるんじゃないかっていう謎の思い込みをやってる会社があってなんないんですよ、なんないです。あのそれで実際 D X、DX もしかしたらマイクロソフトも悩まれてるかもしれませんけどそういう会社なんですよなんかあのああの、ね、デジタル系の会社で来るんですよ、事業会社が。DX やりたいと、いやいや、DX はただの手段ですよねと、御社そもそも何のためにやりたいんですかって聞くと、それ分かんないんでね、分かんないけど DX はやりたいんだみたいな、大変ですよね、あれね。いや本当はあるんですそのツール入れたら ゴールだっっってて思るる方々がいらっしゃるのではい、はい、やっぱりそうじゃなくてビジネスでどこにペインがあるからこれを入れたらどう解決するっていうことを理解してる人が進めてこそやっぱり進むんです、ね、おっしゃるとりですねでじゃあその時何が必要かじゃあなんで大企業でそれできないかっていうと簡単ですこれね社長の任期は短いからです社長の任期は短くて2年任期とか3年任期とかでしょでそうすると短期志向なんで DX もそうですけど変革って10年20年単位なんですよ来年できるってことはありえないんで そうすると、やっぱり10年先とかまで責任を持てる人たちでないといけないんで、つまりイコールそれはオーナー系の会社なんですよ。で、だから変革できる会社って、やっぱり、ね、オーナー系の会社が、社長の人気長い会社がほとんど。ということは、日本の9 0何パーセントおっしゃったように中小企業で、ほとんどはファミリービジネスなんですよ。 だから実はそこの経営者さんの心構えの問題でその方が20年、30年先の未来までうちの会社はデジタルとか関係なくまずこういう未来を作りたいんだっていうところが決まればその手段としてじゃあデジタルこうやって入れていけばいいよねってなるんですよね。なんで実は中小企業の方がやりやすいのは1個目でもう1個の理由がえと経路依存性って言ってこれも僕よく申し上げるんですけどその2つの誤解って1個目はデジタルは目的ですよってじゃないですよって話もう1個は デジタルだけやろうとしても DX はできませんよって話をす,くするんですねこれなぜかというと経路依存性っていって会社って複雑じゃないですかこれ大手も中小もそれなりにいろんな複雑なことがあるわけですよでそれがうまく噛み合ってるから会社って回るわけで逆に言うとどっか1個だけを時代に合わないから変えようとしても他が噛み合ってるから変えられないんですよ。で で例えば、僕がよく言うのは DX よりも、ね、分かりやすいダイバーシティ系なんですけど、ダイバーシティ系って全然日本、進んでないじゃないですか、あれだけ言われてるのに、あれは僕も言ってるのは、ダイバーシティだけやろうとするからダメなんですよっていう話をよくしてて、なんでかっていうと、ダイバーシティ以外のところが、ダイバーシティと真逆のでがっつりかまってるんですよ、例えば本当にダイバーシティを高めたいなら、本当に高めたいならですよ、新卒一括、採用就寝雇用やめなきゃしょうがないんですよ。だって、新卒一括、就寝雇用で、大変の人絶対取れないじゃないですか。 だから日本の会社、よく分からなくて、新卒一括採用終身雇をかくなに守りながらです、ね、うちは大橋を進めますおーとか言って、ここにバッちつけてる謎のおじさんとかいるんですけど、もう無理ゲーなんですよ。あと、評価制度もそうで、多様な人いるなら絶対、評価制度を対応しなきゃ評価しきれないんだけど、一律評価のままなんですよね。あと、働き方もそうで、多様な人,はえあの多様な人がいるなら絶対、働き方多様なんで、ある人は会社に来るけど、ある人は家で働きたいわけですよ。 だから働き方改革も不可欠でそもそも。そょっとその背景には、もう皆さん、ね、今回のコロナで経験されたように、ズームかチームズが必要なんですよ。だから、DX は不可欠なんですよ。なんで、あの要するにね、何々だけやるのが一番やばいんです。DX もそうで、DX だけやろうとできないです。全体を変えるってことが重要で、ただ、これは僕みたいな学者が言うのは簡単だけど、実際には大変なわけですよ。だだから日本の会社って大手企業できないんだけど 中小企業でオーナーシップを持ってる会社は、サイズが小さいんで、全部変えられるんですよ、だからチャンスなんです、あの大手で社長が2年2期で変える会社は絶対変わらないです、だからそこで中小企業が全然有利っていう、いや、いがでう本当にあの今、すごくいいふりをしていただいて、次のトピックに入りやすくなったなとあ、なん <laughs> の,の仕込みもしてないんで、はい。 はい、いじゃあ次のトピックいいききまま、はいはい、まししょょううは、まあま、さに、ね、ここからさらに知りたいことが、ね、あるたくさんあるなという部分ですけれども2つ目、日本の中小企業の成功事例です。さあ前段では日本と世界のデジタル意識の違いについてなどにお話しいただきましたけれどもその中で DX に成功している日本企業もあるということですね、さあこのあたり伺えますかまずは原さんからお願いします。はいあの 我々マイクロソフトがですねお付き合いさせていただいているあの企業さんでえっとエビアさんというですね<え><え>エビア<え>エビアさんエビアはいエビタのエビそうですそうですでこれあの伊勢神宮のですね参拝のところにあるお土産兼食堂なんです、ね、<ー>でえっとここ10年前までえっといわゆる チケット食,食事のチケットとそろばんでパソコンないみたいなそういう環境だったんですけれどあのそ,そこをやっていらっしゃる、まあ、社長さんの娘さんの旦那さんがあのそこを引き継いでるんですねいわゆる無養用的にはいってもともと東京で働いてて IT に知見のある方なので、まあ、あの彼が、まあ、ど,どんどん推進をしていったんですけれど、えっと、ほ本当にまあ そういうところから10年,前ですよ10年前にパソコンないんですよ、ソロ版で計算してるみたいな人たちが DX に取り組んでいきましたとで、まず取り組んだのがいわゆる業務の改革のところ、うん、なので、今までそれこそなんていうんですかねあのソロ版でやってたところを Excel にしたりとかあと会計も人がやってたところを s a ズ s を使って。 あの今回も多分出展されていらっしゃるような会社さんを使ってですねあのいわゆる全部デジタルでまあ使えるものはさっき入山さんもおっしゃっていただきましたけれどサービスとして使うっていうのが結構ポイントだったかなと思っていて要はあの今 SARS って使いたい時に使ってやめたかったらやめれるんですね。なののでで最低限のまあいわゆる初期投資で あの揃えられるバックオフィス系のものをすべて揃えるところから彼らスタートしてでさらにチャットだったりとかビデオツールをまあ活用してですね店舗のまオペレーションの改革っていうところからまずスタートされていかれましたとでそこにとどまらずその後何やったかっていうとですねあのまあ さっきパソコン入ってなかったっていうお話させていただいたと思うんですけど、もちろん POS も入ってなくて <laughs> で、で POS 入れて、まお土産屋に POS ないですよね <laughs>。そうなんですよ。そうなんですよ。POS ないんですよ。はい、ただ POS 入れるんですね。で POS 入れた後、そこで徐々に売り上げのデータとか溜まってきたりとか、まあ、一定の属性のあのお客さんの属性のデータとか取れるようになるんですけれど、あの彼らそこからさらに進んでですね、あのいわゆる天気の情報だったりとか。 あとカメラを使って来客している人たちの性別だったりとか年齢を、うんまあ、完全に捉えることはできなくてもある程度ま捉えることができるので、うん、そこでどういう属性の人たちが来客しているかだったりとかあと周辺に、まあ、周辺の宿,宿泊施設に泊まっていらっしゃる方々の人数とかを把握してですねあの来店するお客さんの。 数の予測をまあ自動化できるようにしてこれすごいのが95%の精度なんですねでどういういいことがあるかっていうといわゆる店舗のオペレーションをまず改革できますよねどの時間に人が必要かとかじゃあこの時間に必要がなければ違うこと例えば外であのビラを配ったりとかそういういわゆるシフトの,あの最適化をすることに成功したりだったりとかあとはあのそれができることによってですねあの食品ロス例えば この時間にこれだけ来客するからご飯はこれだけ準備しておこうとか、まあ、そういうことができるようになりそしてさらにまたこのカメラを使ってですねあのその前を歩いている人たちまで彼らどういう属性の人たちが来るかっていうのを把握しているんですね。で結果その先に何ができるようになったかっていうとそこで性別年齢でさらにどういう人たちが。 どういうディスプレイに惹かれて店舗に入ってくるかっていうところもあのそのカメラからカメラから得たデータで把握することができるようになっています。なので結果的にじゃああの男性のお客さんこの時間に来るからその時はこういうものをディスプレイに並べようとかこういう商品開発をしたらいいのかとかいわゆるマーケティングのところをさらに商品開発までこのデータを生かすことに成功していますと。でさっきあの10年前までパソコンもなくあの そろばんでやっていらっしゃった会社さんだというお話をさせていただきましたが始めてから5年で、えっと、売上が4倍になって利益が10倍になっているんですねなのでポイントとしてまずあのやったら結果は出るというのはこのエビアさんが実証してくれているかなというふうに思っていますでもう一つさっきそれち,ょちょっと話長いかも、はい、あごめんなさいごめんなさい <laughs> 大丈夫ですかね一回切ってもいいかもしれないですでもう一個のジェリーがあるんですねいやこれ あのさらにですね彼らそれをサービス化して他の店舗さんに提供するというところまでサービス化してるんですねなので要は、まあ、お土産屋さん食堂だったところが今や IT サービスを提供する会社に変わってるんですね、うん、でこれがまさに私 DX だと思っていて中小企業でも、まあ、そういうことができるっていうのは本当にあの実証してくれて。 まあ我々も目から鱗だったし、多くの中小企業の人たちの希望になってるんじゃないかないうう。仕組みを外反しているということですか。そうです。あ、なるほどなるほど。あのあのそうそういう意味ではえっ、ー、とすみませんちょっとな長,長いって言っちゃったんですけど最後のポイントがすごい面白くてい,いや大丈夫です <laughs> あ、ね。あのこういうねあのなあの緊張しますしね。こうわかりますわかります。ます <laughs> えっとね僕の方は事例いっぱいあってえっ、ー、とちょっと言うと全部言うと長くなっちゃうんでちょっと時間もしてるんでパッパッと言いますけどえっ、ー、とね一番実はねさあついてきてるのはね地銀なんですよ。 大企業というか中,、まあ大まあ、中,中小企業じゃないんですけど、地銀めっちゃ差がついてますもん、でほとんど、ね、デジタルで差がついてて、でちょっとだめな方の地銀言うとこれ怒られるんで言わないですけど、えーとね、今、一番いけてる地銀って、あの当然、有名な福岡銀行さんとか、えー、と僕アドバイザーやってる静岡銀行とかなんですけど、僕から見て一番すげえなと思ってるのは、実は金、ね、沢の北国銀行さんです。で北国銀行の東取ってすごい人で で実はあの環状系といわれるシステム機関システムを全部クラウドに上げちゃったんですけどちなみに杖村さんが使っているクラウドはア z u ールです。なんで上げたっていうのもあるんですけどア z u ールに全部上げちゃってるんですよ、これ日本初ですよ、あのーまあ、すげえなみたいなメガバンこれできないんででかすぎてだからね、だからやっぱり北国銀行さんすげえなっていうだか,ら、ね、でかなりの賃金も差がついちゃって。 るっていう感じですね。あの僕のがら歩行銀行への担当です。であとはえっ、ー、ともう少し中堅の会社で行くとえっ、ー、とですね、まあ当然有名なのはワークマンですね。で、ワークマンも僕すごい仲いいんですけど土屋さんというセイがやっててちょっと話長くなっちゃうんで一応終わったらでやりますけど、あのまさにあそこね実はデジタルだけ入れてんじゃなくて経路依存性をね全部ぶっ壊してるんですよ。だから全部変えてるんですね。例えば何やってるかっていうとワークマン エクセル経営ってよくやわれてるじゃないですか、それこそマイクロソフト、エクセル使ってるわけですけど、エクセル経営はなんでできてるかっていうと、一番の要定は、ね、業務の標準化なんですよ、業務標準化、要するにデータ取んなきゃいけないんで、DX って、業務を標準化するのは重要なんですね、でも業務を標準化するには、現場のモチベーションを上げなきゃいけないんですよ、なんで実は、あのさすが土屋専務が一番最初にやったことは、デジタルを入れることじゃなくて、現場の社員の給料を100万円上げることなんです。 で君たちすごいよってまず認めてあげるんですよ、それで100万円、平均ですよ、100万円、100万円増やすんですよ、すごくないですか、で、現場のモチベーション上がって、だから権限委譲させて、じゃあ業務の標準化やってって、標準化したから、エクセル系が回るんですよ、なんで全部の経路依存性を変えたんですね、なんかまさにこれが、ね、全体をトランスフォームするっていうことで、いい例だと思うんですね、あとね、面白い会社はね、とあの日本で僕から見て、一番今、ね、DX が住んでる会社はね、ズバリね、トリドールさんです。 丸亀製麺、です丸亀製麺は今、ね、日本で一番 DX 進んでます、ある会社の1個で、なんで何が起きるかっていうと、さっきから言っているように IOH の時代で、これからデジタル化すればするほど、接客サービスのところに時間が取れるんですよ、デジタルで業務が効率化できるんで、で丸亀製麺、もうそれができてるんで、従業員さんが一人一人がお客さんにだけ真摯に向き換えるようになってるから、何が起きたかっていうと、去年の顧客満足度ランキング、ブランド1位は丸亀製麺ですよ、日本は。あの星野リゾート抜いたんですよ すごくないですか。これ DX のおかげなんですよ。でね、もう一個今その原さんがおっしゃった事例ね、そのエビ屋さんですっけに合わせて僕も面白いなと思ってる会社がね、二つあって、えっ、ー、とね、一番面白いのがね、東信水産という会社なんです。これね、あの僕が住んでる杉並区の吉久保にあるんですけど、えっ、ー、とね、日本で一番 DX が住んでる魚屋です。そっちがお土産屋で来るなら、<laughs> こっちは魚屋だぞみたいな。で、この辺が面白いですよね。 でね、この投身水産も実は DX めちゃめちゃ進めてて、オもモ君っていうのやってるんですけど、あそこもだから業務の標準化やって、あの例えばで魚ってやっぱりあの、ね、何が起きるかっていうと、これからクラウドをこういうのうまく使えるといいんですけど、こういうね、業界特有、お土産屋もそうだと思うんですね業、日本の現場が強いでしょ、中小企業って現場強いでしょ、だから、でもちょっと今までのデジタルサービスってなじみにくかったんだけど、なんでかっていうと、業界特有の状況があるんですよ。例えば魚屋の場合何が起きるかっていうとまずね 魚の、ね、数の数数える単位が違うんですよ1匹って数えたり1尾って数えたり1杯って数えるでしょイカってあともう一個面白いのがあってこれすっげえ重要なんですけどあの出世王があるんですよ稲田、ハマチブリっていくじゃないですかだからちょっと専門用語でいくと ID がひも付かないんですよマジで,でこれってね魚屋業界だけに起きる問題なんですね でも逆にそこをクリアしてあげるとめちゃめちゃ効率化されるんですよ、でそれをやったんで今、彼はすごいうまくいってて、えー、DX が、で、今、日本で一番 DX 進んでるんで、まさにあのエビ屋さんと一緒で外反してます、その仕組みを。で、あと同じようなことやってるのが陣屋さんですよね、これ有名ですけど、あの温泉旅館ですね。 温泉旅館の陣屋コネクトっていうあそこもだから温泉旅館でしかない日本の現場のことをクラウド使ってうまくデジタル化したから自分たちで独自の仕組み作れたんでこれ自分たちの会社だけ独占するともったいないよねってなって外反してるんですねそのお土産屋の例知らなかったですけどいや,いや本当でも、はい、同じようないい事例ですよねここがね本日本の希望なんですよあのクラウドの側あるからできるんですよでちょっとデジタル感覚がある人がいろんなサービス使ってその業界の現場特有のことをソリューション作ってあげると実は外反できて で実は日本中良くなるっていういうやまさに本当に今おっしゃっていただいた通りでこれすごく重要なのがそんな難しいことを多分皆さんやってないです、やってないですでやっぱりモチベーション上がるんであのあそうですね投資水産なんかも結局それであの僕実はねサーフェスをもっと広めようっていうのがすごい大事だと思ってますけどあの要するにああいう、ね、タブレット的なものを使うことで皆さんが現場で使うんですよ。 だそうなると、実はね、お店の間で、もう SNS みたいになって、うちの、だからほら、そうするとね、東進水産も DX 改革しちゃったんで、魚への現場が盛り上がるんですよ。で、今ね、お店ごとにね、魚の陳列競争になってて、<laughs> うちの金目鯛の陳列いけてますよみたいなのを、社内 SNS に投稿するんですよね。で、それを見ても別の現場の人が盛り上がってまたやるみたいな、なんかこの辺この辺がまが日本中でこれから来ると、すごい楽しいなっていう、はい。 いかかがですやっぱりまあ徐々にそういう事例が出始めてきているのであの、まあ、もちろんその推進する社長もすごく重要なんですけれどあのさっき、それこそ現場の方々の給料を増やしたというお話もそうですけどはい,、はい、いかにやっぱり現場がオーナーシップを持って進められるかというところが本当に重要なのかなという,ふうに思いますね、はい、あの権限上、めめちゃめちゃゃ大事ですねやっぱり1人だとなかなか進められないのでそこを。 どうチームを率先していくかで、いかに自分ごとにさせるかっていうところを、あのまあ、そういう強い気持ちを持っている人をやっぱり引き上げて、あのそういうことを推進させるっていうことは非常に重要なのかなと思いますあのやっぱ中小企業の方だと、やっぱり課題になってくるのが、もう一つ、現場に結構、年配の方が多いっていうのがあるんですよね。だけどね、これはね、やってないだけなんですよ。あのよくね、年配の人はデジタルできないって言うんですよ、あれ、嘘だからね。 みんんなでできますんであの今、別にプログラミングいらないんでサーフェス使うなんて超簡単だから誰でもででもきるじゃないいすかいや本当 LINE 使えればできるみたいな感覚です、感覚です。なんで、陣屋さんはおくて、やっぱ陣屋も温泉旅館の、超老舗温泉旅館でめちゃめちゃおじいちゃん、おばあちゃんいっぱいいるんですよ。最初、みんな抵抗したとどうしたと思います労務管理の勤怠表を絶対デジタルで入力させるようにしてそれで入力しなかったら給料出さないってやった みんな使い出してなるほど、なるほど <laughs> 人間ってそんんんななもですよ <laughs> まあでもそれでなれますよね、なので、まあ、弊社も本当あのこれあとあるかもしれないですけど、Teams とか使ってますけれど、LINE が使えれば使えるみたいなそういう UX になってるので、はい、まずやっぱり使ってみるってことは非常に重要かなというふうに、それこそマストで使う環境っていうのはあの非常に重要だなと思ったので、はい、私もちょっと今後、それは生かしていきたいなというふうに思います。あありがとうございますさあ 数多くのこう、成功の中になんだかこうワクワクするような未来もね。見えてくるような感覚がありました。では、続いてのテーマへ参りましょう。続いてのテーマは dx を成功させるコツです。さあ、今お話しいただいた中にもそんなコツの部分もね。あったかと思うんですが、改めて dx ができていない企業は何をするべきなのかという部分を教えていただけないでしょうか。お二人ともお願いします。 じゃあ私からあのクイックにいかせていただきます, <laughs> えっとですねまずでもこれ何回か出てきてますけどやっぱりオーナーシップを持った人を推進者にするということは非常に重要だと思いますあのその人がやっぱりこれ IT 詳しくなくてもオーナーシップを持っている人であれば必ず進みますで IT は後からついていきますが1つ目で2つ目が、えっと、その上で自分たちが今どこにいるかということをちゃんと認識することが重要だという,ふうに思っています。あのいきなりですね エビアもいきなりそのカメラで情報を取ったりとかそういうことをしてたわけじゃなくて、やっぱり始め業務を改革してそこでチャットツールとかビデオツールとか使って店舗のオペレーションを改革した上で情報共有できる基盤が整ったのでそういう。 データの分析とかそっちに行っているというような形なのでまずじゃあ自分たちが何をしたらいいのかというところをえっとその推進者の人が認識することがまあ重要なのかなと思っているところと3つ目がじゃあ中小企業の皆さんってとはいってもやっぱり IT 詳しい人たちに相談したいと思うと思うんですけれどそういう時にあにいわゆるパートナーさんもだいぶあのクラウドのリテラシーが上がってきているのでそういう方々に相談するっていうことが非常に重要だと思うんですがでもやっぱり自分ごとでやった上で相談しないとおっしゃるとおりです。はい 本当にそうだと思います。あ、今振っていただいたんです。ありがすいませんあます <laughs> あ。ありがとうございます。あのありがとうございます。あの本当におっしゃる通りです。なんで僕も,も繰り返しになっちゃうんで、もうもうズバリコツコツっていうのはないんですよ。大事なのはただの道具なんで、えっ、ー、と一番大事はまさにオーナーシップで自分がたちが何やりたいかなんですよね。で自分たちが何やりたいかっていうのはまさに中長期の戦略とビジョンで、で繰り返しですけどこれは中小企業の持ちやすいはずなんですね。で次に。 ただの一部でしかないんでデジタルは会社全体を未来に向かって変えいい形で変えていこうっていうことが大事で,でそうすると全部を変える必要があるでもこれも中小企業の方が有利なんですよであと日本の中小企業ネックだったのは人材と、まあ、リソースなんでお金とかリソースなんですけど人材は確かに難しいんだけど繰り返して原さんおっしゃった通りであのスーパーコンピューターサイエンス人材はいらないんですよ。 そうじゃなくて、デジタル感覚がある人が、ただ、ポイントはちゃんとその人に権限を渡すことです。そういう人が社内にもいるし、社外にも今、そういう人出てきてますから、引っこ抜けはいいんですよ。あるいは社内の若手でそういうことできるやつをあの抜擢しちゃって、ただ繰り返しですけど、ちゃんと権限を渡すこと、で一番重要なポイントは、ね、人事権です。で、あのー、なんでかっていうと、DX をやろうとすると、やっぱね、ぶつかんのって人事なんですよ、大体。なんで、そこの人事のところを抵抗されるとだめなんですね。 例えばすみません、これ、ちょっと他社のクラウドを使ってる会社なんですけど、あのー、今、日本でもう一個 DX 進んでる会社はね、クレディ・セゾンさんなんですよね、でクレディ・セゾンは、リンノさんっていう素晴らしい経営者さんが、もうこのままだデジタルつぶやらないと潰れるっていうんで、えっと、大野さんっていう人、シリコンバレーからぶっこ抜いてきてですよ、で権限は渡してやってるんですけど、あのね、小野さんね、やっぱ人事権持ってるんですよね、デジタル周りは全部。だから、あの人がやっぱりいい人材を自分で勝手に抜擢してやるんで、クレディ・セゾンさんで回るんですね。 なんで中小企業も僕は一緒だと思うんでそういう人にちゃんと権限を渡してあげるっていうことですねそれさえやればあので今も,うもうしつこいですけどクラウドで安いんで,でいろんなサービス試して会わなきゃすぐ辞められるんで昔辞められなかったんですよサーバーってね餌屋さんがぶっこんでくるからもうその時代終わってるんでだから、あのー、もう中小企業の圧倒的に僕は有利だと思いますね,でねあと今日なんか2人で原さんとしゃべって思ったのがやっぱこのねカタカナを減らした方がいいよね。<laughs> デジタル系の人って僕はバックオフィスとか言うんですけど悪い癖ですね、本当に要するに管理部門じゃないですか管理部門って言ったがいいんじゃないかなとかいやそれはなんかちょっと反省ポイントですね、カスタマーペインとか言うじゃないですかいやつい今みんなでペインって言うでしょ、若い人でも日本語にしたらそんな難しいことばじゃないですから、ちょっとマイクロソフトって名前以外全部日本語でいくってどうですかね。 いやーちょっとこれ、かえってあの製品部とちょっと話をしてみます、ね、<の>多分、多分、皆さん、この辺にきっと僕もね、デジタル系の会社の関わって取締役とかやってるんでよく分かるんですけど、なんかね、本当に企画書とか見ると、なんかルー大芝みたいになってるんですよ、マジで。カタカナしかなくて、なんだこれみたいな。<laughs> いや、もう本当、めちゃくちゃ耳痛いですね、もう私の気持ですかこれから今、あと5分間残り、カタカナしなし縛りでわかりました、<laughs> カタカナなしでいってみます。はい、ちょっと 詰まったら皆さん、本当にすみません、この後あれですよね、質疑応答の。ですし、少しマイクロソフト365についても、どのような課題解決ができるかも伺おうかなと思ったんですが、横文字なしで、カタカナなしで大丈夫そうですこれ結構タフななんか、さんに試練が今与えられましたぜひゃあちょっとここは許していただければなと思うんですけれど。あの ちょっと進めていただくと多分いろいろ出てくるかなと思うんですけどほら。アプリケーションって言って。<laughs> まあいわゆるですねオフィスの何ていうんですか道具。<laughs> これ難しいですね <laughs> なかなかいい。いいですよいいですよ。ワードエクセルパワーポイントもちろん今まで通り使えるんですけれどあのそれをいわゆる何ていうんですかねストレージオンラインストレージあの倉庫ですね。仮想空間上にサーバーがいらないところに <laughs> そ,<で>そこに全部情報とかデータ入れられるんですよね。そうですそうです。はいはい でそこで、えっと、チームのメンバーとかお客さんと情報を、はい、まあ共有することができるという環境があり。 もちろんメールのサービスだったりとかチャットのサービスもチャットって LINE みたいな対話ができるやつですねはい私の補足を入山先生にしてチームでできますからこれ全部オールインワンで入ってるんですね全部一直線に全部入ってるまとめてそうなんですよでオールインワンって言っちゃいましたね原さん独裁っくないですねですみませんポイントもう一つだけセキュリティもここに入っていてデータの情報の漏れとかそういうのがないようにちゃんとなってるってことですで実は あのマイクロソフトですねあの、このセキュリティの領域においても今、首、え、位、っと、周囲今、ナンバーワンというおうとしてこ、この首位の,の座に立たせていただくことができていますので、これを買っていただければ、さっきお話ししたまず業務の効率化というところの一丁目、一番地には。あの <laughs> たどり着くことができるのかなというふうに思いますので、えっと、ぜひ皆さんですね。お使いいただけると。導入する一番最初いいですよね。とりあえず、これ入れちゃう。で、ただ、全部、基本的なの全部できるんで。でこれを、社員の皆さん、全員にさっきの話で、触れて使ってもらうと。ちょっと慣れると、あ,あ、便利だなってなりますもんね。そうなんですよ。で、それこそ、さっき、あの、先生のおっしゃっていただいた。スモールストえっと、少人数から、えっと、<laughs> 使えますので。 そこからです、ね、始めていただくこともあのもちろんできますのでまずはあの小さく始めていただくといいんじゃないかな、ね、という,ふうに思います、はい。はい はい、ありがとうございます。ちょっと新たな試みで、はい、なんだかね笑いも起こっていましたけれども難しいですね難し <laughs>、はいですね。まあでもそうやってこうどんどんこう自分の言葉に皆さんもねできていけたらもっと D X 進んでいきそうですよね、はい、はい。さあでは限られたちょっとお時間なんですけれどもせっかくなので質問を一つだけお二人にお答えいただきたいと思います、はい、参ります。I T ツールを導入する際 お金をかける前にやれることはないか、改善できることはないか、それをやってからでしょというふうに言われてしまいます。言っていることはわかるものの、これ以上の改善が難しいから助けを求めているのですが、理解してもらえません。上の方に納得してもらえるための言い回しなどあればアドバイスいただきたいです。というお声をいただいてますが、こちらいかがですか？あ、じゃあ僕からいいですか？はい、あ,あの僕はちょっと結構過激論者ないので、あの <laughs> そういうね。クソ社長のいる会社辞めちゃった方がいいんですよ。<laughs> マジであのね、本当、そういう会社ダメなんであの、日本の課題って何かっていうとね、終身雇用制で、終身雇用って何がダメかっていうと、僕がよくね、社員を甘やかしてるって言うんですよ、嘘なんですよ、あれ、ね、会社と経営者は甘やかしてるんですよ、あれうん、みんな辞めないと思ってるから、勝手なことやって、危機感がないんですよ、辞めちゃえばいいんです、こ,この会社、クソ会社だなと思ったら、今もう、売り手市場ですから、行くとこ皆さんいっぱいありますんで、もう転職した、あのビズレーチって言ってね、あの転職したほうが。 全然いいんで、ビズリーチはタカナですけどね、はいであのまで、万が一本当にダメならあの、もう真面目に社長に話したいなら、もうね、未来図を見せるしかないですね、このグラフとかで、実はね、あの言わないけど、某大手自動車メーカーさんで、やっぱりうまいなと思うのは、20年後とかのうちの業界の市場予測とかを見せるんですよ、でこれ、グラフにして可視化するといいんですね。 そうすると今、うちの売り上げこうだけどどう見ても10年後、20年後こうですよねみたいなであんた、この時いないかもしれないけど責任どう取ってくれるのみたいなっていうことを説得するか危機感はあるかあともう一個分かりやすいのは他社がやってますよって言ってまあ日本人の場合は分かりやすいんですけどもう他の会社はライバルがやってるって敵がねやってるってなるとやるんでもうそれしかないですねでそれでね言うこと聞かないならやめちゃったほうがいいっていうのが僕のはい結論でございます。 今あの過激なところもあの模範解答も両方あのお伝えいただいたかなと思うのであのそれがすべてかなと思うんですけれどあのまさにやっぱりちゃんとあのデータを見せて説得するということがまあ当たり前ですけど大事かなというふうに思いますありがとうございますさあではまだまだねお答えいただきたいことあったのですがそろそろ終わりの時間が近づいてまいりました改めて最後に視聴いただいている皆さんへメッセージをお願いしたいと思います。ままずはは原さんから一言お願いします、はいしす あの何度も今日あの際ど出てきていますけれどオーナーシップを持ってやるっていうことは非常に重要かなというふうに思いますなのでえっと自分ごとに捉えて進めるっていうことがあの非常に重要なポイントだと思いますのでそこをあの今日はですね頭に置いていただければというふうに思います以上ですありがとうございますでは続いて入山さんから一言お願いします、はい、あのー、もうのまずすごい楽しくやらせていただいたんでありがとうございました、はい、であのー。 とにかくもう冒頭で申し上げたように、これからデジタル競争第2回戦なんですよ、で第2回戦は日本、チャンスあるんです、特に中小企業はチャンスがあって、結果出しつつある会社もあるんで、ただどこも絶対現場、大事なのは現場の強さとデジタルがつながることなんですよ、現場の強さだけでは勝てません、それがデジタルとつながると価値があって、だからよく地上線、空中線っていうんですけど、地上線と空中線両方が強いっていうことが大事なんですね。 であのそうするとも日本は結果を出し出している会社もあるのでぜひあの、僕は日本が復活するためにはもうここだと思っているので本当にいわゆるそのクラウドサービスをもう使い倒してまさに主体性を持ってあのやっていただいて、えっと、より皆さんの会社がすごく輝く会社になったらいいなというふうにそれでは以上をもちまして特別セッションを終了いたします。 改めまして、原さん、入山さん、ここまでありがとうございました。皆様、今一度盛大な拍手をお送りください。 ご覧いただきました皆様ありがとうございました本イベントでは展示エリアでのチャット機能のご利用などで Amazon ギフト券がもらえるポイントラリーキャンペーンを行っていますページ上部のポイントラリーボタンをクリックいただきますとキャンペーンの詳細をご覧いただけますのでぜひセッションの待ち時間お仕事の空き時間に展示エリアについてもご覧いただけますと幸いです さあそして画面上には次のメインステージのお時間が表示されていますが次のオンラインセッションは14時から行われますセッションの開始まで今しばらくお待ちくださいそれでは会場の皆様お忘れ物などございませんようお気をつけてご退室ください本日は誠にありがとうございました。